今日も知識で武装するナレッジアーモードです。本日は 初めての企画ですね。スラムダンクですね。これをトモさんと、お話ししてまいります。よろしくお願いします。お願いします。まあつってもスラムダンク の、まあ、総論を話すとちょっともう長すぎちゃうんで、初めての練習試合となる、陵南戦ですね。はい、陵南戦のだけについてちょっと特化して話したいなっていう感じですかね。コミックで言うと何巻ぐらい？コミックで言うとちょっとこの目の前に出てるんですけど、3巻から6巻ですね。6巻ぐらい、うん、でも練習たかだか練習試合で、31巻中の 4冊使ってるっていうのがすごいですよね。まあそもそもスラムダンクっていうのは、まあ6年間連載してるんですけど、物語の中では2ヶ月半ぐらいしか経ってないんですよね。うん、夏のあれですよね。そう、インターハイ、というか県大会じゃなくてインターハイか、インターハイが、まあ、ちょっと終わるので終わったっていう感じですかね。ですよね。伝説の三能戦ね。そうそう、三能戦やって、まあ、その後ボロ負けして負けた、終わったっていう。で、なんかその、まあ、井上雄彦先生的にはその最強の相手が決勝戦で当たるっていう展開が嫌だったらしくて、途中で最強にいきなり当たっちゃうっていう展開がしたかったらしいんですよね。まあでもそうすると次の相手が霞んじゃうから、やっぱ構成的にはこれでまあ終わっちゃうしかないなっていう感じですよね。確かに。やっぱその少年漫画的にはだんだん強くなっていって、ラスボスと戦って勝利して終わるっていうのが、まあ少年漫画のまあ王道なんですけど、うん、だけど、まあ、いきなり、もう、初戦で当たっちゃうっていうところで、っていう展開っていうのは、まあまあ、珍しい。じゃあ、珍しいですよね。だから、2回戦じゃなかったっけ？ 2 回戦か。うん。ただ、この、あれですよね。やっぱ、井上雄彦先生の漫画って、完結してる漫画ってほとんどないんですよね。だから、この有名なセリフあるじゃないですか、バガボンドで。殺し合いの螺旋から俺降りたっていうね。あれ、これ、シシドバイケンのセリフであるんですけど、そうそう。で、結局、あれなんですよ。井上先生は勝手に一人で殺し合いの螺旋から一人で降りちゃうんですよ。だから終わんない。ブザービーターぐらいで終わる。ブザービーターぐらい攻めて。ブザービーターもちょっとやっぱ異色じゃないですか。ネットは漫画そう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 。で、単行本出てるけど、ちょっとあれも、コミックの感じも違うし。なんで、まあちょっと、異色、あれはまあまあ異色ということなんですけど、他の作品はもう大体未完という感じなんですよね。そうですよ。だって俺、バガボンドも持ってるし、そう、リアルも持ってるけど、なんかもう実家にあるから、もう何巻まで買ったかとかも全然覚えてないですよ。そうそうそう。だからね、あれなんですよ。もうそう。うちにもバガボンドあるんですけど、まあ、後々バガボンドの、話も、我が動画でやりたいと思ってるんですけど、もうこれも途中で終わってるし、スラムダンクも、まあ一応終わった手は取ってるけど、第1部って言ってるんですよね。あ、そういえば、なんか、映画やりますよね。あ、そう。アニメ映画が、今度やるっていうのが発表されて、まあいつやるかっていうのはちょっと分かんないですし、キャストも全く発表されてないんで、しかもどこをやるかも全く分かってないんですが、まあ一応リメイクをするっていうのがニュースが出てるんで、まあちょっとまあそれに先駆けてじゃないですけど、ちょっと おさらいしておきたいなっていうところですかね。うん。うん。なんすよ。まあで、今回は、その、最初の練習試合である陵南戦の話をしたいんですが、そもそも湘北高校と陵南高校っていうのがあるんですけど、これ神奈川の高校の話なんですよね。はい、で、湘北高校っていうのは、まあ、神奈川県にある高校という体なんですが、まあ、実際モデルになったのは都立 の武蔵野北高校っていう、まあまあ吉祥寺にある高校なんですよね。まあまあ多分校舎の構成とかそういうのなんでしょうけどね。うん、なんですね。で、まあでもこのね、この武蔵野北高校って結構な進学校らしくて、はい、やっぱ偏差値60ぐらいあるんですけど、もう桜木花道とか水戸洋平とかが入れるような高校じゃ多分ないんですよ。あ、そういうこと？多分。うん、なんですけど、まあそういった、そういった、一応モデルになっている。っていうので、この相手の陵南高校っていうのは、まあ、あれですよね、鎌倉高校ですよね。
そうです、ちなみに私あの神奈川県に住んでたことが高校時代ありまして、お鎌倉高校を目指したんですが、うん、あの脳みそが足りずにですね、その1個ランクが下の七里ヶ浜高校っていうところに通ってたことがあるんです。それ隣っちゃ隣なわけですか。江ノ電でいうと鎌倉高校前の1個鎌倉先のよりが七里ヶ浜、七里ヶ浜の駅にあるんですか。七里ヶ浜で降りたらもうちょっと歩けば七里ヶ浜高校。あ、そうかっていうと鎌倉高校って、うん、海見えないんですよ。ちょっと戻んないといけないから鎌倉高校前といいっす、だけど七里ヶ浜はもう国道134号の目の前にあるんで、うん、あの立地的には七里ヶ浜の方が全然だって教室から海見える。ああ、かっこいいっすね。だから僕あの高校見学行った時に、うん、ほらここのここに入るだっいや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 、神奈川のシティボーイそんな発音しませんからね単眼で入ります。ああ、ちなみに七里ヶ浜高校っていうのは県立なんですか。県立ですね。ああ、単眼できるんですか、県立って。できるできる。へえ。だってあれを今もう僕脳みそ腐れ脳みそだけど、結構神奈川ってレベルが高くて、湘南高校、鎌倉高校、七里ヶ浜高校っていうレベル、あの順位なんですよ、うん、まあ今どうだかは知らないですけど、うん、どうじゃない、うん、で湘南高校はもうみんな東大行っちゃうよぐらいのすごい頭のいい人ばっかり。あで鎌倉高校はまあ偏差値65とか70の間ぐらい。あで七里ヶ浜は60ぐらい。おお、じゃあもうみんな社会人になって、うん、あの七里ヶ浜出身の人結構あのすごい一流企業の嫁さんとかいたんですけど、うん、あ俺どこで人生謝ったのかいやいや謝ってないですよ、全然今だって謝ってないですよああだからまあだから結局七里ヶ浜高校もまあだいぶ進学校なわけですよね、60があるってことだね、うんうん、でもこのあれですよね、このスラムダンクのアニメのオープニングに出てくるあのキラキラした海辺のあの踏切、あれは、両南高校、まあ、鎌倉高校前なわけですよね、あれって。そうですね、鎌倉高校前の。あれ、聖地巡礼でもう外国人とかめちゃくちゃみんな写真撮ってましたよね、あのコロナの前ぐらいまではね。そうですね、なんか中国の方とか、うん、結構アニメ好きな方が、うん、結構みんな、警備員が来て、警備してるぐらい人がいた。うん、そう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 、あのね、バードのね、君が好きだと叫びたいのと、あのオープニングで、あの景色見せられたら、もうみんなたまったもんじゃないですよね。そら行きたくなりますね。そら行きたいですよね。もう、じゃ本当に僕行った時なんか、もう本当にね、台湾人とか中国人ばっかりでね、もう全然写真撮れないですよ。もう絶対人が入り込んじゃって。ああ、まあね。うん。まあ、江ノ電。僕の場合は、だって、まあ、1年間だけですけど、高校1年生の時に通学してましたんで、うん。突然で。うんうん。まあ、当時も結構観光客多かったんで、僕その時、バスケ部じゃなくてサッカー部だったんですけど、うん。もう、なんていうのかな。ゴールデンウィークとかも人が多くて乗れないんですよ。こっちは学校行事、要するに生活の一部の中で使ってるわけですから、うん、ちょっとやっぱ殺意を邪魔だと、朝から邪魔だということで。まあ、しかし本当江ノ電のところ、江ノ電の沿いに住んでたってもう本当夢ですよね。全国のというかもう世界の人たちからして夢の生活ですよ、本当に。そうですね、ただ僕住んでたのは小田急江ノ島線の全行っていう駅があるんですけど、うん、藤沢って駅から2駅ぐらい。まあでも似たようなもんですよ、あの辺の湘南地域に住んでたわけですから。まあね、自転車で海に行けるって、うん、すごいですね、まあうん、で高校の見学行った時に、まあ、鎌倉高校前って有名な、うん、まさに「スラムダンクの両南のね駅だし、うん、いいなと思ったけど脳みそ足りずに松の一個先行ったら、おらおらここのここ行くなって、うん、まあそんな、憧れた高校がモデルになってる、まあ、陵南高校なんですけど、まあ、その陵南高校と練習試合をするということで、1990年から始まった連載なんで、多分3巻ぐらいが出たっていうのはまだ多分90年とか91年とかそのあたりだと思うんですよね。
はい、で、多分季節的にはだから、初夏ですよね、練習試合やってインターハイの前だから、うん、なんで1990年とか91年の初夏にこの子たちは、この熱い練習試合を繰り広げたっていうことなわけですよ。で、スラムダンク史上初の練習試合の描写があって、初の練習というか、初の試合の描写。これまではなんか基礎とかなんとかやってたんだけど、あの3巻途中まではね、3巻途中から、いよいよこの、初めて試合がやるっていうので、まあ、みんなめちゃくちゃ注目してましたよね。こうどうやってこの本格的な試合をどうやって、スラムダンクっていう漫画を見せてくれるのかっていうことで、もう本当に期待値以上の、まあ、描写があって、もうちょっと本当マジでこれでドギモ抜かれて、これでグッとファンが増えましたよね。これまでって花道がなんかドリブルの練習したりとか、そう、あのレイアップシュートの練習したんですか、練習試合はやってたかもしれないけど、そう、あの本当に駆け引きがあって、本当にあの本気で、ぶつかり合った練習試合っていうか試合っていうのは初めてなんですよね、この3巻から6巻のね。なんで最初、うん、スラムダンクってどっちかっていうと当時よくあってヤンキー漫画、うん、でバスケはまああったけど、バスケ舞台だけど、うん、どっちかっていうとヤンキー漫画の匂いが強かったし、ちょっとギャグ戦も強かった。そうなんですよね、うん、だけどその練習試合とかになって、あ、もう本格的なバスケ漫画に舵を切り始めた最初のきっかけみたいな感じですね。そうですね、やっぱ井上先生的にもやっぱそのバスケがずっとやってて、自分もやってて、あの好きだったんで、本当にガチのバスケ漫画やりたい、でもバスケ漫画にこれまでにヒット作っていうのはなくて、なんでやっぱりその読者の心をつかむために、まずとりあえずその本格的なバスケの描写に移る前に、なんかヤンキー的な要素とか、なんかちょっと可愛い女の子出してみたりとか、なんかそういったなんかもう、とりあえずその客のをつかむあれがタームが必要だったんでしょうね、きっとね。そうですよね、なんかよく聞くのは、そのバスケ漫画で過去ヒットしたものはないとか、うん、例えばワンピースの時もその海洋物でヒットしたものはないとか、うん、結構そういう逆風があったけど、うん、みたいなね。そう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 。だからまあ、このジャンルのパイオニアになり、やり得たんで、井上先生がバスケの漫画、もうその後ブザービーターとリアルと、バスケの漫画ずっと書いてても、やっぱ第一人者だけに、またかよっていう、まあね、あんまならないっていうか、感じなんですよね。まあ、うん、なんですよね。でも、うん、そうか、世代的には今バスケって言ったら配球とかになる。配球はあれですよ、バレーボールですね。あ、バレーボール全然違う。黒子のバスケとかですかね。あー、そうです、うん、まあでもバスケ漫画っていうのはそのスラムダンクによって市民権得たっていうところですね。そうです、うん、そう、まあまあスラムダンクのまあまあ世界の中に入っていくんですが、あれですね、この試合っていうのは、まあ、練習試合なんですけど、まあ、インターハイの足がかりとなる大切な試合なんですよ。この試合で勝てるかどうか、勝つか負けるかによって士気が大きく変わるわけですよね。でも陵南からしたら湘北高校っていうのはめちゃくちゃ格下なわけですよ。そうです、うん、なんだけど、それでもこのあれですね、顧問の田岡桃一先生が、まあ、めちゃめちゃ燃えてて、っていうのも安西先生っていうのは湘北高校っていう結構弱小の高校の監督だったんだけど、もうこのバスケ界、日本バスケ界ではもう本当名を轟く猛将だったわけですよね。ホワイトヘアードデビルって言われてたわけですよ。そうです、うん、なんで大学の指導とかもやってて、なんですけど、その先生が一線を退いて湘北高校の顧問になったっていうことで、やっぱりこのただならぬこの緊張感みたいなのがあってね。だからね、あのジジイ本当はすごかったのかみたいな感じで、もう花道がね、言ってる部分もありましたけども、そう、まあレジェンドなんですよね、安西先生っていうのは、うん、だからまあね、田岡桃一からすればもう本当に大先輩なんだけど、ここは勝たせてもらいますよと、まあ、言っていると、うん、鼻息荒くね、うん、始まったっていう感じですね、うん、でここでこの試合の
まあ、ポジションですね。の、あれなんですけど、湘北は、4番がセンター赤木ですね。まず、スタメンですね、スタメン。スタメンもこれ、すすったもんでありましたね。で、この、ユニフォームをめぐって、すったもんでありましたけども、まあ、4番が、4番センター赤木、6番がポイントガード安田。安ですね、安。2年生の安ですね。ああ、安。うん、スタメンで、これで、このメンバーで、こう心もとないメンバーで、よくここまで行ったなっていうのを逆に思いますけどね。で、セカンドガード8番塩崎で、スモールフォワード5番、小暮ですね。で、11番パワーフォワードルカワっていう布陣なんですよ。まだ亮太出てこないのかな。亮太まだ出てないですね。だ、本当にみっちゃんも出てないんで、だからその安田とか塩とかあの辺がとか小暮もスタメンで出るっていうこの感じですね、この時は。うん、でもこのメンバーでもようやったなと思いますね、本当に。だってそれに対する両南なんかもう最高の布陣ですよ。もうあの 4番センター魚住でしょ、うん、で6番まあシューティングガードまあ越野、まあ越野、うん、越野ね、あのこの福ちゃん出る前ですから。そうね、福ちゃん出る前です、うん、そうそう。で8番ポイントガード植草もね、あの堅実なバスケットやりますから。うん、でディフェンスが、リーゼント池上ですね。5番、池上で7番がスモールフォワード仙道、ですね。出ましたね、仙道ね。仙道ね、うん、でここで思うのはあの本当マジでこの練習試合のね超高校級なんですよ、みんな。確かに、あの何がすげえってもうみんな身長高すぎなんですよ。確かにそうですよ。そう、本当 NBA の選手みたいな身長の人ばっかりなんですよ。っていうのも、もうまあ赤木とか魚住なんか2メートル超えでしょ。そうね、202センチです。ね、だし、赤木も190超えてるし、まあ、ルカも187センチ。で、こっちなんか、両南なんかは、まあ、仙道も191? え、そんぐらい?なんで?190ぐらいいってますよね。そう、なんで、もうそんな選手がゴロゴロいる高校あるかいって話ですよね。そう。まあ、その辺はちょっとファンタジー入ってるんですが、うん、うん、まあそこでまあいろんなこうパワーワードが出てくるんですよ。あの桜井君、君は秘密兵器で温存してますとかね、うん、とかあのおね、オーマップはなんだみたいにつって言ったりとかね、うん、なんですよね。でも桜木の投入っていうのが実は前半出番なしで後半の残り9分だけの話なんですよ、これ。だから68対61っていうところで投入されて、いきなり出てきてトラベリングをするっていう。そうそう。で、ゴリが、ゴリっていうか、まあ、赤木が、怪我したんですよね。ああ、代わりはお前だっていう流れ。そう、だからセンターとして入るんですよ。うん。でもまあ、桜木ビジョンっていう有名な言葉があるんですけど、もう緊張しまくってて、視界が全くなくなってて、全然何も見え、何も聞こえてなってるわけですよ。そう。で、ここでルカーがガチッとあのケツに蹴りを入れて、このガチガチ緊張しまくるとこっつって、数を入れて、誰が緊張してるって言って、そこで緊張が晴れるっていうね。ルカービジョンが、じゃねえ、桜木ビジョンもちょっと晴れていく描写がありました、ね。ああ、そうそうそう。あれもね、新しい、発明ですよね。なんかちょっと話それますけど、また満遍が始まったじゃないですか。あ、見ました。うん、で、うん、やっぱり何気なく読んでたけど漫画を、うん、ああいう風に解説されると、あ、こういうのってやっぱ発明だったんだなっていう描写がやっぱそこかしこに名作にはやっぱあるんですよね。そうそうそう、そうなんですよね。だからまあ満遍だったら、そのこの間弱虫ペダルの話してましたけど、ペダルを漕ぐときに、アスファルトになんかね、何かが当たってるような描写があるっていうのは、ぐんぐんスピードが上がってる描写だっていうか、そういうところですよね。加速の起点だっていうのね、なんとなく説明はないけど、感覚的にわかるじゃないですか。うん、まさにスラムダンクの試合の描写なんて、うん、弱虫ペダルで言ったのと一緒ですけど、ああいう動きのあるものって、もちろん動画の方が強いはずなのに、漫画って静止だから、うん、なると静止のものが一番脈動感があるって、ものすごいいいですよ、ね、あの線の描き方っすよね。やっぱこういう躍動感のある漫画っていうのは、本当線の多さが正義ですよね、やっぱね。
そうそうそう、うん、そうなんでもう本当にこのまあそのうーん井上先生に言わせればこの頃って本当デッサンとかも狂ってて、やっぱその立体で捉えてなくて、やっぱあの骨格模型みたいのを使って絵をその後描き出したことによってデッサンとかもうしっかりしてくるようになったっていうことで、この頃はまだ割と手だけが長すぎたりとかしてたらしいんですよ。うん、まあでもそれってさっきのね山虫ペダルの話でもこのそうなんだけど、その結局筆者がここのところを強調したいっていうのが大きくなってやっぱ当然の描写なのであって、それが正解なんですよ。やっぱりギリギリのバランスですよね、うん、逆に言うとそこを狙ってるっていうか、そこが狙いみたいなところもあって、うん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 、そのリアリティに繋がるっていうか、うん、だからバトル漫画とかスポーツ漫画っていうのはそういった描写があってしかるべきであって、そこのところをなんかもうデスが狂ってとか言ってるのは野暮ってもんなんですよ、うん、だからまあこの試合の何がすごかったかっていうと、まあその強力な敵キャラが出て、仙道と魚住っていう、ね、これから、鬼人となる、これからなんていうかこの、敵として基準となるとすごいスーパープレイヤーっていうのが現れることによって、このままではあいつには勝てないっていう、そういうのがこう基準ができるっていうことがまあ一番重要だったっすよね、うん、このままね、この試合において重要なのね。まあ王道の流れかもしれないけど、うん、結局主人公の成長っていうのが一つグッとくるわけじゃないですか、うん、無敵で強いとつまんないでしょ、うん、まあその素質はあるんだけど、荒削りなものがどんどん洗練されていく成長の様みたいな、うん、でそこでやっぱりライバル、その今の状態では全然かなわないけど、うん、頑張れば勝てるみたいな、今仙道とかまさにそうですよね。そうですね、だから、うん、ルカワは同じチームの中でライバル、そうそう、ルカワって同じチームで味方でいながら敵なんですよ花道からしたら永遠のライバルですね。そう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 、だからまあルカワにはパスしないわけですよねそのそうでそのパスしないっていうな、仲違いしているところを逆に田岡からすればあいつは相当切れると勘違いするわけですよ。深読みしたそうそうそう、あいつは切れる、相当切れるっつってだから本当ね、ちょっとあの辺ちょっとギャグっぽい感じの展開なんですけど、なんかそうやってもう当然ルカワにパスが行くだろうっていうところにもう違うところに行くっていう、この予測できんっていうところが本当はルカワが嫌いっていうだけなのに、なんかすごい深読みしてるようなところにさらに深読みするっていう、この猛将田岡のこのね、まああれですよね、勘違いっていうところがまだいいっていうところです、ね、ありましたね、うん、だからまあこの試合ってこれ今後のスラムダンクの、いろんな試合のフォーマットになっていく感じなんですけど、あれですよね、そこでいきなりまあ超高校級のまあ仙道と魚住っていうのが出てくるっていうことで、まあ あれですね今後のこの宮城亮太とかみっちゃんとかの投入でによって、まあ、最終的にインターハイでもう一回、インターハイじゃないか、あれか、県大会でもう一回当たって、勝つわけですよね。そうね。うん。だから一回負けるっていうのはやっぱ重要なんですよ。そうね。うん。だからね、この試合っていうのは、もう本当に、スラムダンク、まあ、真骨頂っていうか、なんか一番なんかもう、なんかみんな中で、本当に、脳天を必ずして打たれたような衝撃をみんな絶対受けてるんですよ、この試合を見たことによって、うん、こんなバスケ漫画見たことないって思ってるんですよね、やっぱ思うんですよ、思ったっすよ、うん、だからバスケットボールってこんなに面白かったんだなって思いますよね、だから見せ方うまいなって思いますよね。スポーツ漫画って、まあ、あったけどキャプテン翼とか、うん、なんていうの、まあ、当然漫画だけど、うん、まあ、この頃はちょっとふんふんディフェンスとか結構漫画的な描写はありましたけど、うん、ね、見せ方は確かにうまかったっすよ、うまいっすよ、ハラハラするし、来週が楽しみで仕方がないし、うんうん、だからこれ多分アニメで見てもね、今絶対めちゃくちゃ面白いと思うんですよね、見返しても、
アニメ D アニで見れるんでね、あのもう一回私見返したいなと思います。まあそんな感じで、まあ、スラムダンクの、まあ、初戦ですね、練習試合だけの話をしてまいりましたが、まあ、今後スラムダンクに関しては、そういった試合ごとにちょっとまたトモさんとお話ししていきたいなって感じですね。ちなみに花道この時はバッシュ履いてないんだっけ？体幹シューズこの時は。ああ、そうか。そうで体幹シューズが 穴開いて、そう穴を開いて、これ6巻かな、あ6巻の試合終わってから体幹シューズがあれなんで、このエアージョーダンを買いに行くんですよ。ハルコさんとデート、そうデートデートっつって、ね、エアージョーダン6 の, あの ホワイトモデルを買いましたね。ああ、ね、30円で買いましたね。あの中古だから負けてくれ、30円にっつって。ね、そう、あと NBA とか好きな友達が結構当時いたんですけど、うん、花道って、まあ、この時はまだリーゼントですけど、うん、あの丸刈りにするじゃないですか、もちろん、赤い丸刈りですよね、うん、で丸刈りになってからって、うん、あれロッドマンじゃんって言う、そうそうそう、やっぱデニス・ロッドマンじゃないですか、やっぱりそのね、モデルというかね、あの口頭無形なことをパフォーマンスをやって抜けるけど、あのプレイになったらすごいパフォーマンスを発揮するっていうことですね。うん、そうん、だと思いますね。ルカワとかのモデルとかもいるんですか？どうなんですかね、 NBA にいるかどうかは分かんないですけどね、うん、なんですけど、まあ赤木なんか高校生でこんな髪型ないでしょって感じですよね。なんかもうなんか LL ブラザーズみたいな髪型してるじゃないですか。ボンタン履いてね、この変形変、なんていうんですかね、このまあ90年代のギリギリの時代感っていうのもあるんですけど、この変形せあの制服っていうんですかね、学生服っていうのもなんかちょっとヤンキー漫画のまああれでいいですよね、短ランにボンタンみたいな感じでね。俺湘南藤沢でそれ買いましたよ。お、なんですか、マックスラガーですか？マックス、なんかその変形制服の中のブランドあったじゃないですか、マックスラガーとかいろいろと。ブランドまでは全然覚えてないけど、あのみんなそういう格好してたんで、あの裏地が紫とかでしょ。あ、そう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 。で、あのなんだっけ、あのボタンの裏もね、竜とかが入ってる。そうそうそう、で、あのなな謎のチェーンがついてるでしょ。で、ただまあ、あのあんまりやると先生に捕まっちゃうんで、うん、僕はでもあの標準とはちょっと違う、ちょっとだけテーパードしてるやつで、あ、ね、あ、だけど友達はみんなあの当時 あのスラムダンクみんな着てたような、ほんと短ランとボンタン。いや、いいな、神奈川の高校生いいな。だけど僕らサッカー部だから、うん、東京に遠征とか行くんですよ、うん、東京の学生はそんな格好してないんですよ。あ、浮いちゃうの逆に。そう、なんか田舎の感がちょっと出ちゃう。ああ、でもやっぱりね、神奈川ってヤンキー文化すごいんですよね。東京とか埼玉ってないんですよ、そういうのあんまり。ああ、そうか。うん。まあ、暴走族とかその辺のあれでしょうね、湘南爆走族とか、まあ、そういう文化があるでしょうね、きっとね。だって僕が当時湘南に住んでた頃って一番治安悪かった。あ、そう、藤沢とか一番やばかったですよね。やばかったですよ、藤沢の再開の階段とか行って絶対ね、カツアゲされた。カツアゲ、カッパがでかかったんで、うん、絡まれたことは幸いないんですよ。とはいえですよね、怖いですよね。そう、だって僕が通ってた 中学校の隣にあの光源氏の人が通ってました。もうね、ほんとまさにヤンキー文化ですね。光源氏ですよね、ほんとにスターライトですよ。まあちょっとね、だいぶ脱線しまして、ね、ヤンキーの話がになっちゃいましたけど、まあそんな感じで、スラムダンクの、初めての試合、両男戦についてトモさんとお話してまいりました。ありがとうございました。またよろしくします。あ、そうだ、最後に1個だけですか。お、あの仙道っているじゃないですか、仙道、うん、の声ってなんだっけ、あの鬼滅のあの人ですよ、天狗のお面の人。え、
あれだよ、あれなんだっけ、大塚、なんだっけ、そうだ、鱗崎さん、ああ、宝中、そうあ、宝中さんだった、そう、渋いな、高校生の声じゃねえな大塚宝中だったな、 あとなんだっけ、水戸洋平とかって、森川俊之さんだから、あれなんですよ、キラ吉影だったりとか、あー、まあ草尾武とか結構レジェンド声優めっちゃ出てますよね。はい、すいません、あの話の腰。まだ全然あれですよね、やっぱあの声優重要ですから。なんで、今後もちょっとあのスラムダンクの話、あのシリーズ化してまいりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。